2023年度の海上保安庁の予算で、船舶技術部が新設したとの情報をキャッチしました。今回は、海上保安庁新設の船舶技術部と、船舶を詳しく見ていきますね。大型巡視船の導入で、船舶を防衛してますが、まだ数が足りないですよね。2022年8月27日、沖縄の尖閣諸島の周辺海域である日本の接続水域内を中国海警局の艦艇2隻が航行。この日で実に134日連続となるこうした中国側の動きに海上保安庁は領海への侵入が行われないよう監視、警備を続けている。中国海警局の艦艇が尖閣諸島の周辺の領海に侵入する行為に関しては、この2022年8月は、7日から8日にかけての期間にも実際に発生しており、同海域を管轄海域に置く第11管区海上保安本部の巡視船が警告を行う任務を実施していた。こうした状況は、ここに来て特別に増加したわけではないが、決して減少しているという状況でもなく、尖閣諸島8国の領土だと主張する中国側が、その主張に基づき当然のように常態化させている構図である。尖閣諸島をめぐる中国側の動きに対処するためもあり、同海域を管轄する海上保安庁の第11管区海上保安本部は、日本列島を北から南に向かって設置された全11管区の中でも最規模が大きく、南の海の国境を守る活動を日夜行っている。中国側の尖閣諸島周辺海域への艦艇の侵入は、小石原慎太郎氏が東京都知事時代に尖閣諸島を東京都で買い上げる案を打ち出すほどに、近年になって顕著になった経緯があり、これは結局、日本政府が2012年国有化することにつながった。しかし、中国側からしてみれば、日本が尖閣諸島の国有化を行って以降、無事路艦艇を侵入させる行為を増加させており、日本側の政治判断が中国側に付け入る隙を与えてしまったと、逆説的に、その事象が論じられることも多々ある。ただ、あのタイミングで、日本政府が尖閣諸島を元の個人所有者から購入する決断を見送っていれば、最悪中国の資本によって、同諸島の所有権を取得されていた可能性もあり、一概にその行いの是非を断定することは難しいだろう。さらに言えば、昨今は中国による軍事侵攻の可能性が大きく報じられ、本島の周囲6カ所もの空海域において、中国軍の軍事演習にさらされた台湾も、尖閣諸島8国の領土だという、主張を掲げた状態から変更なく今を迎えている。日本政府派尖閣諸島派国際的な法に照らしてみても、純然たる固有の領土で実効支配も継続しており、中国や台湾が主張するような領土問題そのものが、これまでに争われたことはないとして、問題の存在自体を認めていない。さて、海上保安庁に話を戻せば、第11管区海上保安本部の中には、こうして尖閣諸島の周辺海域への侵入を頻発させるようになった中国側に対抗するため、同諸島の周辺の領海警備に、専従の体制を2016年2月に確立させていた。この尖閣領海警備専従体制は、2013年1月に行われた当時の内閣の閣議決定に基づくものであり、2012年度の補正予算から、国が、身型巡視船を、一挙に10隻新造することとし、これを含む12隻の巡視船での部隊を整備することとなった。国が身型巡視船は、総トン数約1700トン、全長 96.6 メートル、全幅 11.5 メートル、深さ 5.2 メートルの艦隊を持ち、
実際に2012年度の総予算で2015年から2016年にかけて第11管区海上保安本部向けの10隻が計画通りに収益を果たした。この組が身型巡視船の新造の速度は驚異的であり、三菱重工業者の下関造船所、JMU 社の磯子工場、三井造船社の玉野事業所の3カ所で、その困難なスケジュールでの建造をこなし、2022年時点では、総数で20隻が収益している。さらに、海上保安庁では、2019年3月までに、総トン数206トン、全長 43.5 メートル、全幅 7.8 メートル、深さ 4.0 メートルと、小型の巡視船タルシも、地型モイラ、宇治間に9隻を配備、尖閣諸島の漁船をめぐる対処能力も強化している。また、海上保安庁では、こうした艦艇、船舶のみに止まらず、2020年3月までに、フランスの脱走者のファルコン 2000XLS を航空機として配備を行っており、この配備によって、尖閣諸島周辺海域の24時間の監視を行うことを可能としている。これまで挙げてきただけでも、海上保安庁は、国が身型巡視船、市も地型巡視船、そして、ファルコン 2000XLS と尖閣諸島周辺海域の警備体制を強化しているが、無論、これは、日本国の貴重な税金から、拠出された予算によって賄われている。その意味では、中国は尖閣諸島を自国領だと強弁し、その説を強化するために、中国海警局の艦艇を、頻繁に同海域に侵入させいるが、それだけで、日本としては、多額の予算と人員を、その抑止に投入させられるという不利益をすでに被っている。日本の一部の政治家や団体の一部からは、海上保安庁が、いたずらに中国側を刺激することを恐れて、日本の漁船が、同海域に近づくことさえも妨害しているような言説を唱えている場面を、しばしば目にするが、海上保安庁に、政治的な判断まで求めるべきではないだろう。海上保安庁では、こうした現状下にある尖閣諸島周辺海域を管轄する第11管区海上保安本部が、最前線で、中国海警局の艦艇らと対峙していることは、間違いないが、鹿児島に本拠を構える第10管区海上保安本部も、これらをバックアップする存在だ。第10管区海上保安本部は、鹿児島を拠点としていることからもわかる通り、その管区内に、大小様々なおよそ900もの島々を抱えており、平時には航行する各種の船舶や、マリンレジャーでの事故、トラブルへの対応を主任務としている。また、これらに加えて、台風等の自然災害も多い日本だけに、そうした不慮の出来事への対処と同時に、日本の海外との貿易の生命線である海上航路を警備するという側面があり、増強著しい中国海軍の太平洋進出を監視する任務をも帯びている。そのため、第10管区海上保安本部は、総数で27隻にも及ぶ巡視船を有しており、ことに海上保安庁の中で、でも、大型の巡視船が多数配備されていることでも知られ、その管轄海域が、いかに、日本にとって、重要であるのかを物語っている。第10管区海上保安本部の大型巡視船としては、四季島級1番艦の、四季島、レ、2名型巡視船1番艦の、レ名と、3番艦の、暁、巡航型巡視船の1番艦、巡航の4隻が配備されている。中でも、巡航は、2020年2月に就役した最新鋭艦であり、総トン数6742トン、全長約140メートル、全幅 16.5 メートルの艦体を持ち、四季島以後、一機艦載が標準であった回転翼機を、
久々に祈祷祭へと戻した巡視船である。暁で262億円とされた建造費を、竣工では172億円まで圧縮することに成功しており、全長で10メートル、総トン数で約60トンの小型化等によって、なんとかこの金額を達成したものと考えられている。こうした第10管区海上保安本部への大型巡視船の配備数の増加から、2023年度の外案予算要求においては、それらのメンテナンス等と担う人材の強化が盛り込まれ、具体的には、その要員を4名増とし、今後の体制強化にも対応する見込みである。現在の日本を取り巻く、政界情勢を鑑みた場合、対中国を念頭に置いた、海上警備力の整備と強化は急務であり、自衛隊の防衛予算の増額が注目を浴びる中で、海上保安庁への投資も引き続き強化されることを願ってやまない。